ばんは、オーリーです。皆様ご無沙汰しております。なかなか動画も、アップできず申し訳ありませんでした。いろいろとこう出したかったのは山々なんですけども、まあこの夏暑くて、私暑いの大の苦手なんですね。まあ、その暑いのと、まあ、梅雨が明けてからこう雨ばっかりで、なかなかテニスをするチャンスがなく、なかなか、実際テニスもほとんどできておりませんでした。で、今日も実はですね、コーチたちの面々と、いろいろと撮影をしようと、埼玉に集まったんですけれども、突然の雷雨、大雨ということで十分に撮影することもできませんでした。それでですね、この動画を見ている方に先行してお知らせ、なんと、来る9月9日土曜日に、なんとシングルス大会をやってみようと思います。16人でのトーナメントやりたいと思いますよ。目玉はなんといっても、第1シード長妻次期選手、樹木太郎に第1シードとして参戦します。そして当然モーリーも第2シード参戦させていただきます。残り14名、男女プロアマレベル初級者から上級者まで問いません。ぜひ、私と対戦したい、樹木太郎と対戦したいという方は、下の概要欄に、申し込み先がありますので、そちらから申し込んでください。ぜひ我こそはという方どうぞお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。皆さんと対戦できるのを楽しみにしております。ということで私は、長野に帰っております。もう真っ暗です。それではまた。